各社皆さんよろしくお願いします。お疲れ様です。無職の杉谷健司です。今日の皆様の感動 の試合で、会見場に紛れ込んでしまいました。申し訳ございません。栗山監督と、大谷選手に質問があります。まずは栗山監督から。今日の8回ダルビッシュ投手、9回大谷選手の、登板になったと思うんですけども、栗山監督は、シナリオ通り、シナリオを描いていたんでしょうか。またそのストーリーはいつから描いていたのかお聞きしたいです。よろしくお願いします。シナリオ、はい、シナリオ、はい、難しいこと聞くね。あ、すみません、ちょっと初心者のものですみません。まあまあ、そのシナリオということよりもチームが勝つためにどうしたらいいかっていうのはいつも考えてるだけなんでね。まあ、ああいう形になったのも、まあ、いろんな要因が重なって、というところもあるし、ただ理想としてこういう風になったらいいなというのはね、もうずいぶん前からいろんなことは、ずっと去年の段階からいろんなことは考えてるんですけど、まあまあ答えになってなくてすみません。以上です。ありがとうございます。そして最後に大谷選手に質問です。宮崎キャンプ強化試合、1次ラウンド、準々決勝、準決勝、決勝と私常に、侍ジャパンのそばで一緒に戦っていたお気持ちです。ただ、まだ一言も大谷選手と喋れていません。果たして私のこと覚えていらっしゃいますでしょうか。まあなんとなくは、はい、これを機に覚えていただければありがたいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上です。では他に質問のある方、いらっしゃいます。